国家歴史登録財名番ディアフィールドビーチ駅はフロリダ州ディアフィールドウェストヒルズボロブールバード1300にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックとマイアミ近郊の通勤輸送を担うトライレールが乗り入れている当駅は昔のシーボードエアライン鉄道の駅であるアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定当駅は シーボードやライン鉄道の駅として1926年に建てられた。駅舎はアーチ型の出入り口、漆喰の壁、バレル瓦屋根と東屋を備え、デルレイビーチ駅の姉妹の建物と同様に1974年にフロリダ修行文書館の歴史材としてリストアップされ、1990年にアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定された。また、 1989年1月にトライレールが乗り入れるようになった。屋根と床の多くを更新し、元の外観に回復させ、古い貨物室に南フロリダ鉄道博物館を設置させるためのスペースを作る工事が1990年始まった。1999年から2000年にかけてトライレールは新しい駐車スペースや障害を持つ乗客のための容易なアクセスと、 線路増設など、駅の改修工事を完了しました。2009年から2010年末にかけて、フロリダ州運輸省は38万ドルをかけ、建物の性格を維持しながら、アムトラックの顧客のためだけではないロビーと、新しいトイレを設置し、屋根を交換し、外壁、柱、及び床構造を改装し、空調設備を更新した。 アムトラックのディアフィールドビーチ駅に発着する列車は下記の通り。トライレールの発着路線は下記の通り。当駅では下記のバスに連絡している。ありがとうございます。